えー、こんにちは、即会塾の久保です。まあ今ね、朝のライブ放送で、お金の勉強というシリーズを毎日させていただいてるんですけども、まあこれがね、割と評判で、えー、レジュメを作ってるんですけども、レジュメを欲しいということで、かなりの数を送らせていただきました。あ総数ですね、100通以上は送ったかなと思いますね。私もね、 うん、毎回毎回内容いいなと思いながらだったんですけども、まあ、皆さんにね、あのー、こう主にロスジェネ世代と言われる40代とか50代本来なら社会を中核としてリーダーシップを持って引っ張っていかなくてはならないもちろん60代以上の世代とかねそれから30代以下の世代こういう人たちを引っ張っていかないといけない。 まさに社会の第一線たる40代、50代が、まあ、いろんな問題があってね、ロストジェネレーションと呼ばれてしまっている。で、そういう人たちに、これからでも一花、二花咲かせるようなね、そんな情報をお伝えできるんではなかろうかと毎朝お送りしてるんですけども、まあ、いつもはね、結構こう、明るい話題をお届けしてるんですけども、やっぱりそういうことばかりではなくて、今日はちょっとね、深刻と言いますか、 40代から50代の方には、本当に死人に夢中を打つようなこと言わなくてはならないかもしれません。まあでも、こういうことにね、気づいていかないと、普段のライブ放送でね、良かったねとかね、これから良くなるよみたいなね、そのポジティブな応援だけではやっていけないのが現実です。実際に私たちが、こうやって40代、50代を過ごしてきて、私たち若い頃どうだったのかなと。あの頃は良かったなと言ってませんかそして、将来はもっと良くなるはずなのに、もう将来に希望が持てない。そんなことをね、いつまでも被害者面してるんじゃないかなと。 いうふうに私と同じ世代の人にちょっとメッセージを送りたいんですよ。で全体的に私たちの暮らしっていうのはなぜね不安が付きまとってるんでしょうかね。なんでなんでしょうか。でここに一つ数字があるんですよ。有名な数字です。日本では10代から40代までの死因死亡の原因です。その堂々の1位が自殺なんですね。年間で2万人の方が自ら命を絶っています。えそして 50万人の方が自殺未遂ですどういうことかっていうと50万人の方が自分で死んでしまおうと思ってえ結果死ななかった誰かに助けられたとか直前で思いとどまったとかたまたまタイミングが、まあ、悪くてという言い方は適当じゃないかもしれませんけども死ぬ用意はしていたんだけども何かのタイミングでね、えー、死ぬのを思いとどまったみたいなことがあって本来なら50万人が死んでいたかもしれないっていう現実を私たち過ごしてるんですよね。自ら死にたい 毎日楽しくく明るく未来ににも夢があって死にたいと思ううでしょうか多分これは今日までも面白くなかったし今日も絶望だし将来は見えないしっていうことで行き場を失ってしまった人の気持ちなんじゃないかなと思うんですよえそしてこの10代から40代までの死亡率ナンバーワン、ね、これが自殺ということんでね若者がここまで未来に絶望してるのかなといつも私は考えるんですよえー、多分ねこれは一つには一つにはですよ 我々40代、50代が若者に、うん、絶望させるような生き方を見しているからじゃないかなと思うんですよ。ここがいつまでも被害者でいるべきなのかなというふうにね、ちょっと強めに訴えかけたいところなんですよ。で私たちがね、誰かによって不利な状況を押し付けられた。私そうかもしれません。でもそれを嘆いて愚痴いている限りは、30代以下の人たちが私たちの姿を見て、 これから年取って40代50代なんてもう何もいいことなさそうだなっていうふうに感じさせてしまうというふうに思うんですよつまり絶望の連鎖を私たちが起こしてしまってるんじゃないかなっていうふうに感じることがあるんですよねこれは今放送をね見てくださってる皆さんにもそう思ってくださいってことではないです私はそういうふうに思うことがあるってことなんですよこれでも完全に否定できないですよねだって40代50代の人が生き生きと楽しく毎日をね かつして生きていたら多分そういう姿を見てあ,ああいう人たち、ああいう大人になりたいなって思っていただけるんじゃないかなと思うんですよ、うん、つまりですね私たちは今10代の若者から見てなりたい大人の姿をしてるかなとかね羨ましいと思っていただけるような大人の姿をちゃんと生きてるかなってことなんですよで、参考になる体験談、成功談を聞きたいっていう風うに若い方がね私たちの家に来てくださってね でいろんな話を聞きたいというふうに興味を持っていただけるだろうかそんな大人になっているかなってことを問いかけるとうんどうなんでしょうかねちょっとな,なかなかお手本になるような人生が示せていないっていうところもあるんじゃないかなと思うんですよ。で全体的に大きいことを考えると日本という国は確かにいろんな意味で世界から存在感を失ってるんですよね。それはでもつまり、 日本を構成する第一線で働く私たち40代50代その一人一人が言ってみればうだつが上がってない状態だからじゃないかなということもできるんですよちょっと厳しい表現で申し訳ないですけど今日はちょっと聞いてください30年前ですけども、まあ、私が10代の頃ですよね世界のトップ企業の多くが日本から排出されてたのはよく知られてることです今は30位ぐらいにトヨタが1社あるだけなんですよねで30年前当時ですけども アメリカのロックフェラービルっていうね、大きなビルがありました。もうね、アメリカの支配の象徴とも言ってもいい巨大ビルです。まあ日本で言ったら東京タワーとか六本木図みたいなもんなんですけども、これを日本人が買収してるんですよね。アメリカの象徴、うん。そしてゴッホのひまわり。オークションで数十億円で落札しました。こんな絵ですよ。ひまわりの。うん、そういうふうに、世界で一番お金の力を持ってるのは日本だったわけなんですよ。 でも、かつて敗戦で多くの若者が死んで都市大都市も中規模な都市も地方都市も空襲で瓦礫の山になってその瓦礫を撤去する重機すらなくダンプもトラックもない状態輸送すべき道路も鉄道も公安施設も破壊され尽くしましたあらゆる資産が日本中から消滅した状態それが昭和20年昭和の中期のスタートだったわけですよ。 そんな昭和20年代にこれまた数少なく生き残った10代20代の男性若者たちが戦地から帰ってきてですねそして10年20年30年とこの日本をたくましく育ってくださいました40代50代にその方たちがなった頃間違いなく世界を経済で支配していたんですよね何もないところから20年30年かけてそんな日本にしたんですよジャパニーズナンバーワンにね そのような親世代を背中に見て私たちは育ってきました受験戦争を経験して平成社会に打って出て今令和の時代に生きてるわけなんですよでこうして昭和の時代10代の頃成長する日本を見ながら必死に学んで競い戦いながら辛い経験も通じて生き残ってきましたで私たちは今40代とか50代になってるわけなんですよそそれがななんでね、ね、ロスジェネみたいな、ねそんな 呼ばれ方をしななくてはならないかなとたくさんのチャンスを見てきたはずなのにたくさんのね成功例を見てきたはずなのにどうしちゃったんでしょうかねどうしちゃったんでしょうね今私たちが第一線として作ったこの日本を見てね40代50代の方の問いかけですよ私たちの世代が作った日本を見て花っ柱の強い男子中学生とかね美しく育っていこうとしている女子高生がこうした10代の若者が 我々の生きるる姿を見てて自殺したいいとと思ってるわけななんんでですすよここれどういうことなんですかね昭和の初期っていうのは私たちの国は富国強兵よろしくね軍事大国と呼ばれていました軍事大国日本、ね、世界で一番戦争が強い国は日本じゃないかって言われたぐらいです世界中が束になって日本一国と戦っていたのが太平洋戦争大東亜戦争ですよ、まあ、負けちゃったわけですけどねで昭和中期から後期は経済大国になったわけですよ ね、完全なる敗戦国ですよもう GHQ が日本を占領して占領地とは呼ばれませんでしたけども日本は GHQ の支配下にあったわけですよ統治されて憲法まで作らされたわけですよでそんなところからアメリカをもね脅かすような世界一の経済大国になったのは戦争が終わってたった20年か30年のことだったんですよね私が生まれた時ですしかしねこれだけの地盤をもらっていながら現在言うならば 転落途上国日本というふうにね、呼ばれてしまったわけなんですよ。ね、軍事大国、経済大国、転落途上国。何なんですうね、このホップステップジャンプはね。なんでこうなるのと、金ちゃんじゃないですけどね。そしてどこまで転落していくんでしょうか。まあ、現在情報が整備されて、誰もがその手に稼ぐ手段。これ自由の扉って言ってますけどね。自由への扉を持ってるわけですよ。まあ、しかし我々はこのデバイスを使えてるんでしょうか。 情報やテクノロジーをものにしてるんでしょうか同じこのスマートフォンを持って稼ぎ続ける人もいればただ持って何に使ってるかわからないですけども時間が過ぎてる人もいますまあそれは様々なんですけどもでも少なくとも言えるのはこれで稼ぐことができる時代ってことなんですよね、うん、それがねだからデバイスを使えているかとかね情報やテクノロジーをものにしているかっていう言葉に収まっていくわけなんですよで将来の夢とか過去の栄光ではなくて 現在の豊かさこれを羨ましく思われるほどあらゆるものを私たちは消費し,消費して生きてるかなっていうところですよねむしろ切り詰めて節約してあれも欲しいこれも欲しいでも先出すものがみたいな感じで自分の欲望をね檻に閉じ込めてるんじゃないかなと思うわけなんですよねでお金の勉強する中で情報不足っていうのは致命的な欠陥になるわけなんですよ、まあ、こ,れでこれでいいんだというね このぐらいでいいでんだといいう油断も禁物ですで、です思い込みも危険なんですよ先日お話しましたけどもあの例の国会議員の歳費とか文書交通費ねあれが無駄遣いというふうな思い込み逆じゃないかなと私は思うんですよ少なくとも誰よりもお金のことを考えてきてお金を稼ぐことにね真摯に向き合ってきた私が国会議員が手にするお金っていうのは財政出動なんじゃないかなと思ってるわけなんですよね 国会議員が手にしたお金はどんなお金であれそれは民間に対して使われるわけですからもちろん国会議員さんが自分がね手に入れたお金を貯金してしまったらダメですよでも政治活動する時ってのは必ず民間のリソース使うわけじゃないですかだからむしろ国会議員さんの給料どんどんどん,どん上がっていけばね文書交通費もどんどん上がっていけば民間が潤うんじゃないかなと思いますけども100万円をねなんかこう バラマキだとか言う片方っぽでは10万円よこせって言ってるわけでしょここののアンンバランスは一体どこにあるのかなと思っちゃうわけなんですよあということでね今日はあのちょっと尖ったことも言いましたけどもこういった話を前提にまた明日からのライブ放送お金の勉強の方をね聞いていただければと思います。え本当はもっともっとねあの厳しいことを言わなくてはいけないんですけどもちょっとショックが強いんで今日はこの辺でとどめさせていただきます。私の言いたいたことはね、40代、50代 もう時代が悪いとか国が悪いとか確かにそうかもしれませんけどもでもやっぱりねやるしかないということなんですよ結局はあれが悪いからこれが悪いからやらなくてもいいっていうことにはならないんですよね不利であればあるほどもう最悪な状況であればあるほど最善を尽くすしかないんじゃないですかっていうことなんですよねそれで明日のライブ放送でお待ちしておりますいってらっしゃい